はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ゴミ実況者リュウです。本日もゴミデッキオブザイヤー受賞候補デッキご紹介していきたいと思います。なんかデュエルリンクスっていうゲーム、局所的ハリケーンが禁止だったらしいんですよ。これ禁止とか頭悪すぎでしょ。ということで、これが禁止になったってことはトラップカードがいっぱい積んでもあんまり除去されないっていうことなんで、今日は、前回に引き続きブルーレットオクラデッキ強化バージョンデッキ破壊版やっていこうと思います。前回はですね、ひたすらあの相手のデッキ切れを待つっていう、まあ、待ちのね姿勢だったんですけども、今回はこちらも攻めます。ウォームワームさんです、おはようございます。彼を使ってはね、デッキを破壊していきたい。てかまあ早めにね、あのなんかデッキトップに5枚送るあのニードルワームっていうやつが欲しいんですけども、ウォームワームさん、これ破壊されるとね、デッキの上からカードに3枚墓地を送るっていう効果がありますんで、こいつで、デッキ破壊をしていきたいんですが、いやもう局所的ハリケーンがさ、なくなったからさ、からトラップカードマンなんか置いといても結構発動できると思うんですよね、これ。あの例えば分断の壁とか次元幽閉とかなんか置いといても結構使えると思うんですよ。なんで今日は局所的ハリケーンが禁止されたのをいいことにトラップカードをめちゃくちゃいっぱい積みまして、まあ、耐久外役をしながらウォームワームっていうモンスターで相手に精神的ダメージを与えていくっていう、そういうデッキ。ちなみにこのデッキ私が名付けたんですが、あのマジで引いたカードを置いていくだけなんですよ。なんでブルーレット置くだけデッキ破壊と名付けました。早速ね、ブルーレット置くだけデッキ破壊デッキやっていきましょう。犠牲者の方全員に先に謝っておこう。申し訳ねえな。ま、1ミリも思ってねえけどな。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、さあユーマくんですね。行くぜ。まあハンドはまあそこそこですね。局所的ハリケーンがなければ、あのだいたいねトラップカード3枚伏せときはどれかは使えるんで、オーナートランスいいだろ。オーナートランスもな、局所的ハリケーンも取り上げられて悲しみを背負ってしまったな。このハゲに勝てるのか。我が名はジェイソン・ステイサム。魔法カード発動。トランスポーター2おもろいよな。ドドド一体をポチへ送り、あーいいだろ。カード2枚取ろう。いいだろ。カードをセット。いいだろ。カードをセット。いいだろ。サイクロンとか月の書とかその辺ですかね。サイクロンとかは1枚くらいありそう。サイクロン1枚、モンスターがよかった。モンスターがいいな、その辺は。まあ、次元幽閉と、分断の壁と、速攻なし落とし穴セットして、で、これでどれかは使える。多分ね。さあどうする。で、サイクロン1枚、2枚あるとちょっときついですね、サイクロンが。はい、分断の壁割られたきつい。あ、強い。いや、何かなこれ。それはね、強い。そこらし落としたのが思った。なるほど、じゃワンチャンありますね。そこらし落としたのワンチャンある。で、ハンドは3枚で、オノマトランスしたとしたら、サイクロン系のカードは、まあ、あっても1枚とかだと思うから、まあ、3枚除去されるってなかなかですからね。いや、多分ね、これが局所がない弊害だと思うんだよね。1枚残っちゃうっていう、ガン伏せされたら。だからなんとかなると思うんですよ、これ。俺ドロドロワーフ OK。 ドロワーフ戻して、シスターかな。シスター持ってきてガガガボルトで割るみたいな感じかな。まあ、シスターを底なしが一番いいかな。じゃあシスターを底なしが一番いい。番長か。なるほど、 OK。 シスター番長か。番長の方じゃあいいや。番長はいい。番長はいい。除去らないから番長はいい。ああでもあれか、今あのと、ボルトかもしんなかったから一応あれか、あの底なし落としした方がいいのか。ないっぽいからいいけど、今あれだな、底なし落とし穴した方がいいぜ。現れろ。はいはい、オノマトピア OK。 オノマトピア、はい、まあそれもいいですよ。エクシーズしたモンスターを埋めればいいから、それでいい、この場合は。なるほど、あー、底なし落とし読んだ。底なし落とし屋の読み、ジェイソン・ステイサムにターンを渡してしまうとどういうことが起きるかっていうことを見せてあげましょう。セット、セット、ターンを終了。ターン、じゃあどうする。私のターン。カイトロイドっていう最強カードがあるから一応ね、なんとかなるかなと思うんだけど、これ一生殴られ続けられるとちょっときついのか。まあ、カイトロイドあるんで、まあ、なんとかなる。カイトロイドで耐えてる間にモンスター引いて横、あの壁出しとけば、まあ、なんとかなるかなって思うんですけど。さあどうする。分断を警戒しておりますね、相手。今、おーしょ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 
オッケーオッケーオッケー、これでタイトロイドもあるから、ウォームワームもあるし壁があるから、これ知らないですね。さあエクシーズしてください、エクシーズをしてください。なにやるじゃねえか、お俺の釣り天井がやるじゃねえか、やるじゃねえか、ユーマくん、ドドドドロドドドドロ、やべ、あそういうこともできるのね、なるほど、フィールド上のモンスターを墓地を食ってからドドドロもできる、で番長召喚、そこなし打つ、そこなし打って、でなんかそこは方言な、なんかあるんだろうな、清掃とかあったら打ってると思うから、また聖杯とかですかね、供物とか、とりあえずお笑い魔女発動していく、釣り天井を回収、 OK 悪くはない、そしてカードを1枚セット、カードを1枚セットしていく、これでターン終了よ。さあカイトロイドが墓地になる、フィールド上にはウォームアームという壁、そして釣り天井分断、これは返せんだろう、なかなか、どうだユーマくん、バトルフェイスいいだろう。さあウォームアームちゃんの効果は発動してもらう、ウォームアームの効果発動、デッキトップ3枚を墓地に送ってもらうぜ、聖杯、何意味ないぞそれ、墓地に送ったら聖杯は意味がない。さあ残りデッキ何枚だ、ドロー、フレンドリファイアちょっと弱いな、5枚、いやでもなんとかなるとは思う、さすがにそんな簡単に除去できないでしょ。これ何枚入ってるの、サイクロンと、コスミサイクロン、あシスター、シスター、おうボルト、ガガガボルト、ガガボルトない、ガガボルト、ガガボルトない、まあでもあのカイトロイドあるんで知りませんけどね、私カイトあってエクサビートル、なるほど、はい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 、エクサビートル、なるほど、で自分または相手の墓地のモンスター相手を選択して、あカイトロイド返せよ、俺のカイト返せ俺のカイト返せよ、何してくれてんだよ、何ボルトネイルかこいつ、おいふざけんなよ、あでもそれは別にいいか、分断して分からせよ、分断して分からせよ、はい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 、で分断して分からせまーす、おいっすートラップ発動、オッケー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 、よし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 よライドスパスね、いいだろう、そんぐらいはどうでもいい、まあ、ちょっと釣り点打つか、釣り点打つか、釣り点打つてさんな、釣り点打とる、はい、リバースドーンよし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 、オノマトビア、なにいいだろう、オノマトビアがいるしやろ、ターンエンド、なに貴様甘えているのか、俺のモンスターが何だと思っているんだ、おらおれ！はい、ドローフェイズです、どうぞ。ドローフェイズ宣言していただいて、ありがとうございます。おっと、お、勝ては昇格。なるほど。絶対に阻止する。あ、儀式の使いに、なるほど。儀式の使いにか。今のこの感じだと儀式の機械天使ですかね。まあ、多分釈放されたから機械天使使ってんじゃないかと思うんだけど、機械天使はどっちがいいんだろうな。まあ、ハウリングインセクト、まあ、ちょっとウィンダーは残すとか、あのダケニが飛んでくるんでね、除去されるんですよね、だから、まあ、あのウィンダーもハウリングもどっちもあんまり意味がないっていう話なんですけども、だったらウィンダーでいいかなっていう、ターン終了する、はい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 、私のターン、事故ってる感じですね、事故っていらっしゃる感じですね、まあ、じゃあこれで、ウィンダーもセットしといたらこれダケニ対策ができる、ターン終了、まあ、機械天使とか知らんけど、あのね言うて事故るんでね、あのデッキは儀式の使い手2にしないと環境的には、あ慈悲深き、なるほど、だけにリリース、あ弱えなそれ、なるほど、慈悲深きは手札のサイバーエンジェルをリリースすると2枚ドローして1枚デッキに戻すっていうカードなんですけども、まあ一応弁天をリリースできれば一応アドバンテージは回復できるんだけど、普通にだけにをリリースして2ドローしてる場合は別にアドバンテージは稼げないっていう、なんならマイナス1っていうね、あ強いね、でセット
モンスターを伏せる。さあブルーレット置くだけブルーレット置くだけっていうだけですからね。殴りに行こう。反転召喚して殴りいったろ。クラウガイ。おい、モンスターでダイレクトアタック。おい、モンスターでダイレクトアタック。何年度だ。なんだこのデッキってなってるんだろうな。相手何やこいつのこのデッキってなってるだろうな。およそデッキ破壊とはバレないだろうな。今のところサイバープチンゼルいいだろう。サイバープチンゼルいいだろう。フレンドリーファイヤーもあんま使うとこねえな。機械天使の儀式っていうカードがあるんで、まあ、破壊耐性持たれるんでね。フレンドリーファイヤーどっから使うか。フレンドリーファイヤーどっから使おう。フレンドリーファイヤーで儀式の檻は解くのがいいかな。まあ、貫通能力を持ってるんで、ダキニさんが。そこだけちょっと注意って感じですね。であと、ぼちぼちの恨みを発動ワンチャンできれば強そう。さあ、イダテンの効果 OK。で、弁天の効果 OK。で、弁天でサーチ、イダテン弁天来た、やっと。イダテン弁天をこんだけ時間かけてやってるようでは弱いですね。やっぱ初手にイダテン弁天しないと、機械天使は。だから結構ね、あの儀式 の, あの使い手に、この儀式の檻っていうカードがめちゃくちゃ強いので、環境的にはね。なんで、このカードを発動しておくのが結構重要なんですけど、ただこれをやったと安定感がなくなるんですよ、初手の。まあ、サイバープチェンジョンも2枚しかねえし、マンジゴットもねえし、デュエルリンクスはね。で、儀式魔法、儀式、モンスターをサーチするのは、機械天使、でも、ベントとかでも、儀式の使い手1にしないといけないんで。で、コズミックサイドも打つ。こっちで打っとくか。フレンドリーファイヤー打っといて、リバースカードだ。で、俺破壊しとくか。別になんかこれはなんか前破壊したところであんまり意味がなさそうな気がするんですけど、まあでも前破壊したらもしかしたらね、あれだな、儀式できんっていうパターンはあったかもしれないね。まあいいや、どっちでも。さあで、これで6と2を素材にしてサイバーエンジェルダキネが出てくる。ダキニ効果でなんか墓地遅れって言われると、もう8枚になりましたね。墓地のカード8枚になりましたね、これね。これぼちぼちの恨み、これ発動できますね、これ。ハウリングインセプトでいっか。じゃあ、いやでもハウリング破壊されたらウォームアーム出てくるんだ。ウィンダか、ハウリングか、これハウリングか、ハウリングでいいや。ウィンダは一応あの効果では破壊されないっていうモンスターがいるんで、まあ、ぼちぼちの恨みはありますね。はいはい、あ、そっち。なるほど、それは別にマッシュウォーリアなんで別にダメージも何にも受けない。でウィンダは破壊するのをなんかためらった。でダキニの方で回収した。あ、そうか、カードを1枚墓地から回収できるから。カードは1枚減りまして、ぼちぼちの恨みを発動する条件が満たせなかった。でも次のターン発動できんじゃね。もう一回動いてくんだよ、さすがに。煉獄来た。で煉獄もこれ破壊するからね、若干破壊耐性強いんだよね。まあ、貫通するとはいえ攻撃力は1600を相手にさらしておく必要性はない。さあ儀式すごい。あ、オッケーオッケーオッケー、精霊の修復オッケー。さあぼちぼちの恨みっていう最強ガードで分からせよ。笑いが止まんねえぜ。イダテンいいだろう。イダテン弁天してくるか。さあイダテンを特殊召喚して弁天の効果とイダテンの効果発動してくぞ。さあ光属性の転属モンスターをサーチしながらイダテンの効果で儀式魔法もサーチしてくる。なんて強いんだ、なんて強いんだ。笑いが止まんねえぜ。デュエルリンクスっていいよな。相手の顔見なくてもデュエルできるからよ。こっちが高笑いしても相手にバレないんだぜ。なんて神ゲーなんだ。ぶん殴ってこい。機械天使の絶対儀式活動いいだろう。機械天使の絶対儀式は墓地の儀式モンスターを使って素材にすることもできる。儀式魔法フィールド手札もしくは、墓地のサイバーエンジェルモンスターをリリースすると、リリースっていうかデッキ戻すと、墓地の場合は手札から儀式モンスターサイバーエンジェルモンスターを特殊召喚することができる。さあフィールド上のサイバーエンジェル、イダテンと墓地のサイバープチエンジェルをデッキ戻し、サイバーエンジェルダキニを特殊召喚していく。そしてダキニの効果とサイバーエンジェルイダテンの方が発動。さあイダテンの効果によってめちゃくちゃいっぱい、これ発動する必要もない、めちゃくちゃいっぱいダテンが上がる。4700つえーつえー、負けちゃうよ助けて、負けちゃうよ助けて。ダメージステップ、ぼちぼちの恨み発動、バイーン。
強このカードなんて強いんだ。さあお相手の方、私の前にノーアル会は珍しいな。んだお前デッキ、俺のターン。ノーアル会は珍しい。何真の罠にはまるのはこれからだ。我が名はジェイソン・ステイサム。アクション映画めっちゃ出ててめちゃくちゃかっこいいけど、なんでか知んねえけど髪の毛がない男だぜ。セッカードセッセッカードを伏せる。ターン終了。ターンエンドだ。よし最強だ。およそ最強ハンド。さあどうする。何魔導雑貨商人。あ強い。やばいやばいやばいやばすぎる。やばい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 。おいおい強すぎるだろ。キノコ3枚落ちてるぞ。お前ふざけんなよ。どんだけ強い。やばい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 。シルシルストール効果。やばい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 こと起きてる。やばいこと起きてる。宇宙が巻き起こってる。助けて強すぎるよ。ぼちぼちの恨み発動しとくしかねえ。ぼちぼちの恨みほか、相手の敵が8万キロの場合、相手のフィールド上のモンスターの攻撃をゼロにする。ちょっと待ってちょっと待って、やばいって、それはやばいって。いやでも戦闘破壊してくれたらアンチあるんだよな。タオリングインセクト壁になるから。いやこれで今一応終わらない罠とか発動して回収して、グロープバグ来た。バレブ効果特殊。バレブは別に。何これ、アドバンス召喚。何これアドバンス召喚って。やばい、おじさん来た。死んだの番人ふんどしおじさん来た。ふんどし、あー助けてくれ助けてくれ助けてくれ。強すぎるだろ、ふざけんなよ。強すぎるだろ。どやばい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 。養殖物あるんでしょこれ。やばいわそれ。6000ってなんだよ。